マガゾン漫画バラエティチャンネル。皆さんこんにちは。マガゾン漫画バラエティチャンネルです。動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。紹介した作品は概要欄のリンクから読んでみてね。ということで今回は、可愛い見た目とのギャップがヤバい、救いがなさすぎる超絶うつ漫画。可愛い見た目とのギャップか。いくつか思い浮かぶ作品があるけど、知ってる人は知ってるけど知らない人の方が多い作品だと思うよ。知る人ぞ知る隠れた名作ってわけか。じゃああれとかこれではなさそうだな。それじゃあ早速紹介していくよ。マガゾン漫画バラエティチャンネル。今回紹介するのは富澤仁先生のエイリアン9という作品。秋田書店、ヤングチャンピオンで1998年から1999年まで連載されていた作品だよ。続編もいくつかあるんだけど今回は1作目を紹介するね。全く聞いたことない漫画じゃねえか。関係ないけどタイトルがロマサガみたいなフォントだな。それで本当に知ってる人いるのか、とんでもないマイナー作品なんじゃねえの。一応2001年にアニメ化もされているんだよ。まあでもアニメ版は物語中盤までしかされていないんだ。じゃあアニメ版だけじゃなんのこっちゃわからんわけだな。原作を読んでもなんのこっちゃわからん人も結構いるかもしれないけどね。どういうことだ。それが本作の特徴でもあるんだけど詳しい説明がされないまま物語が淡々と進んでいくから読者置いてけぼり感がすごいんだ。なんだよそんな漫画紹介してどうするんだぜ。いや、その感覚が本作の魅力なんだ。読者と作中の世界のズレが本作の面白いところであり、鬱を加速させている要素なんだ。なんのこっちゃよくわからんがどういう作品なんだぜ。本作は逗子小学生が赤を食べるエイリアンを頭にかぶって襲いかかってくるエイリアンと戦う物語だよ。はちゃめちゃすぎて目の前ぐにゃってなったんだが。読んでみたらわかるけど気を抜くと目の前ぐにゃってなるよ。さすがにそれだけじゃ何にもわからないからもう少し詳しく教えてくれよ。それじゃああらすじを紹介していくね。マガゾン漫画バラエティチャンネル。ここからは序盤のネタバレが含まれているから注意してね。先に読みたい人はよかったら概要欄のリンクからどうぞ。物語は主人公の女子小学生、大谷ゆりが小学校のエイリアン対策係に選ばれるところから始まるんだ。エイリアン対策係ってなんだ、小学生に務まるとは思えないんだが。気持ち悪くて誰もやりたがらない小学生のなりたくない係1位の係だよ。ゆりの他に川村組と遠峰かすみの2人もエイリアン対策係に選ばれるんだ。この3人のエイリアン対策係が襲いかかってくるエイリアンと戦う物語だよ。今のところわからないことだらけだな。とりあえずエイリアン対策係とか頭にかぶるエイリアンとか敵とかその辺を詳しく教えてくれよ。それじゃあまずはエイリアン対策係から。ゆりたちが通う小学校に現れるエイリアンを捕獲、撃退することを目的とした係だよ。メンバーは6年生の椿組、藤組、桃組から1名ずつ選出されるんだ。毎年選ばれた3人が対策係になるわけだな。体操服型の防具、麻酔銃、ローラースケートなどに加え、防具と呼ばれるエイリアンを頭にかぶっているのが特徴だよ。対策係に選ばれた生徒は1年間どんな理由があろうとも交代や辞退することは許されていないんだ。小学生に対してそれはさすがに厳しすぎないか。もちろんエイリアンと戦うってことは命の危険もあるんだよな。何か裏の目的がありそうな匂いがプンプンするんだが。ちなみに1年間やり遂げた暁には受験なしでどこの中学校でも行ける権利がもらえるよ。割に合ってるのか微妙なラインだな。続いて先ほど説明に出てきた防具。防具は対策係が頭にかぶるヘルメット型のエイリアンだよ。これが一番意味がわかんねえんだよな。防具は強制型のエイリアンでその名の通り人間と共生するんだ。頭にかぶることで共生状態になり、宿主に危険が迫ると羽を広げて守ったり、ドリル状の触手で攻撃するんだ。防具はある程度人間の言葉を喋ることができるよ。言ったら頭にこの跳ね返るを寄生させるってことか。なかなかイカれてんじゃねえか。この防具にももちろん秘密が。続いてエイリアン。数日に一度宇宙船に乗って飛来してくるその名の通りエイリアンだよ。なぜか必ず校内に現れ、校外に出ることはないよ。はちゃめちゃに何かありそうな設定じゃねえか。そもそも襲いかかってくるエイリアンは何者で目的は何なんだぜ。まあそれは本作の肝の部分でかなりのネタバレになるから後で説明するね。よくわからんがとりあえずまあいいや。対策係のメンバーはどんなやつなんだ。主人公のユリは臆病な性格でメンバーの中で唯一エイリアンに対して激しい嫌悪感を抱いているんだ。まあ普通はそうなんじゃねえか。この世界においてユリのような反応は珍しく、本作で唯一読者に近い感覚を持っているキャラだと言えるよ。相当イカれた世界なんだな。続いて川村組。エイリアン対策係の前は生徒会長を務めていた頼れるしっかり者キャラだよ。常に冷静沈着にエイリアンを対処する優等生なんだ。続いて遠峰かすみ。様々なピアノ、バレエ、勉強なんでもこなす天才系お嬢様だよ。この他には対策係の顧問的ポジションの久川めぐみや校長の岡田千佐など裏の目的を持ったキャラがいるよ。大まかな世界観はなんとなくわかったぜ。長くなったけど本題の本作のヤバい部分を解説していくよ。マガポン漫画バラエティチャンネル。ここからは中盤以降のネタバレが含まれているから注意してね。まずは本作の世界の構造について解説するよ。これまで散々エイリアン対策係がエイリアンと戦う物語って言ってたんだけど、実はエイリアンとエイリアンが人間をめぐって戦っているという世界なんだ。どういうことだぜ。そもそもエイリアン対策係は防具が人間と共生するため、つまり一つの生命体になることを目的としたプログラムなんだ。それじゃあ防具が人間と共生するために他のエイリアンと戦わせているのか。襲いかかってくるエイリアンも防具と同じく人間と共生することを目的にしているんだ。つまりどっちが人間と共生するかのバトルってことか。人間の奪い合いだな。また対策係の顧問や校長はすでに防具と共生が完了しており、対策係のメンバーをより良い母体にするためにエイリアンと戦わせているんだ。決まって小学校内にエイリアンが現れるのはこの二人が意図的に送り込んでいるからなんだ。なんだよ最初の感じからのギャップが凄まじいんだが。だから主人公の運命はエイリアンに負けて殺されるか、エイリアン、防具、と共生するかのどちらかしかないんだ。どうあがいても絶望じゃねえか。描写自体はそこまで暗いものではなく淡々と描かれているので、さらっと読んでいると意外にあっさり読めてしまうんだけど、よく考えると絶望しかないことに気づかされるはずだよ。結末もなんだかヤバそうな気がするぜ。時代を先取りしすぎた奇策でコアなファンも多い漫画だから気になった人はぜひ読んでみてね。本作は、僕らの、など鬼頭もひろ先生の作品や、窓まぎ、が好きな人はなんとなく刺さりそうな気がするよ。結末が気になるから早速見てくるぜ。ということで今回は富澤仁先生の、エイリアン Q、を紹介させてもらいました。チャンネル登録よろしくねー。高評価、Twitter のフォロー、ブログのチェックも忘れずにー。マガゾン、漫画バラエティチャンネル、みんな覚えてねー。それではまた。